皆様、中村梅玉でございます。私は昼の部、大阪月というお芝居とその後の神田祭り委員の飛び頭二役を務めさせていただきます。大阪月というお芝居は甥の芝さん の主役のお芝居ですけれども、私はあんまり馴染みがないんですけれども、芝さんの話を伺うと普段の黙阿弥とはまたちょっと違った感じのお芝居で、彼もその役を演じることはすごく楽しみにしているようなので、私はお付き合いでございますけれども、普段仲のいい芝さんと一緒に、力を合わせて、いいお芝居を作り上げたらいいなと思っております。もう一つその後の神田祭りでございますけれども、これは歌舞伎舞踊の中では非常にポピュラーなもので、今回は明治座150周年をことほぐという副題がついておりますので、いつもの神田祭りとはまた違った明治座に対するお祝いの言葉だとか、そういうことを口上で言うか、あるいは振りで見せるか、そういうところを振り付けの藤間勘十郎さんと相談して作り上げたいと思っております。神田祭りの飛び頭はいかにも、江戸の粋な稲瀬な飛びの役でございますので、私のもちろん好きな役でございますので、そういう点も楽しんでいただければと思っております。私自分自身でその、長く続けているということはあんまりございませんで、ただ音楽がとても好きなんで、特にサザンオールスターズ、これはもうデビューの時から、桑田さんたちが学校の後輩なんですけど、開きは10年ぐらいあるんですけども、その、サザンのデビュー時からもう本当にもうサザンが大好きで大好きで、断るごとにサザンの曲を聴いております。一度もねライブに行ったことがないんでね、今度サザンのライブの時に、ね、ぜひ行きたいと思ってるんですけども、何しろもうしょっちゅうもサザンの音楽を、全音楽全般は好きなんですが、中でもサザンは大好きです。あとは実はアメリカンフットボール昔から自分じゃもちろんできませんけど見るのが大好きで、もう学生時代に同級生が青学のアメリカンフットボール部に所属してた大親友がおりましたし、その頃から日本でのアメリカンフットボールをずっと、見てましたけれども、それもやっぱり本場の NFL 一度スーパーボールを見に行きたいと思っているのが今の夢でございます。はい、今回は明治座創立150周年記念公演の第1弾という、久方ぶりに明治座での舞台で歌舞伎を上演いたします。やはり浜町の明治座というのは浜町界隈の雰囲気がやっぱり歌舞伎に向いている劇場だと思いますので、明治座の、雰囲気も含めて舞台をぜひお楽しみいただければなと思っております。よろしくお願いいたします。ことぶき宿王4月大歌舞伎4月8日から25日まで上演いたします。明治座でお待ち申し上げております。